お世話になっております、マサルです。今回はクッキーについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずクッキーとは何か概要をお話しします。その後にクッキーが行うセッション管理について学び、最後に属性による取り扱いの定義について勉強します。それでは始めましょう。クッキー、正式には HTTP クッキーはウェブサーバーとウェブブラウザ間で状態を管理するための仕組みのことを言います。 HTTP の通信は要求に対して応答を返答するステートレスな通信になっています。なので連続性のある操作をウェブサーバーでは管理をすることができません。そこでウェブサーバーはクッキーという情報をクライアントに渡します。クッキーの情報はクライアントのウェブブラウザに保管されます。クライアントはウェブサーバーに再び要求するときにはクッキーの情報を一緒に送ります。ウェブサーバーはクッキーの情報をもとにクライアントを識別することで連続性のある動作を管理することができます。今の説明を聞いてちょっとよくわからなかったという方はショッピングサイトを思い出してください。ショッピングサイトで何かの商品をカートに入れて、その後別のサイトを見て、もう一度同じショッピングサイトを訪れたときにカートの中に商品は入ったままですよね。あれはクッキーによってウェブサーバーが利用者を識別して、その利用者があるべき姿を再現することができているからです。つまりクッキーを使うことでクライアントは利便性を高めることができるということなんですね。では具体的にクッキーの流れを見ていきましょう。クライアントがウェブサーバーに接続すると、ウェブサーバーは HTTP レスポンスヘッダのセットクッキーを利用してクライアントにクッキーの情報を渡します。セットクッキーで指定した値がセッションを識別するためのセッション ID になります。 Web ブラウザは次回アクセスするときにそのセッション ID を利用します。指定されたセッション ID を利用することによって Web サーバーは連続性のある動作を管理することができます。ちなみにクッキーの情報もデベロッパーツールで見ることができるので見てみましょう。今回は例として X にアクセスした時のクッキーの情報のやり取りを見てみたいと思います。最初に X にアクセスした時に X からあなたはこのゲスト ID を使ってくださいというクッキーの情報が送られてきていることがわかります。次回クライアントが X に接続する時のクッキーの情報を見てみると、この時に取得したクッキーの情報を利用していることがわかりますね。 X のサーバーにとってはこのクッキーの情報をもとにクライアントを識別しています。なお今回は勉強のためにこのようにクッキーの情報を皆さんにお見せしていますが、本来クッキーの情報は秘密にするべき情報です。このクッキーの情報を盗まれてしまうと成りすましされてしまう可能性がありますからね。皆さんはクッキーの取り扱いには十分に注意してください。クッキーはクライアントとサーバーのセッションを管理する機密性の高い情報です。そのためクッキーの取り扱いには十分な注意が必要です。さまざまな属性をつけることによってクッキーの取り扱いを定義することができます。まず expires 属性はクッキーの有効期限を設定します。 secure 属性は HTTPS で通信しているときにだけクッキーの情報を送るようにします。 HTTP only 属性は web ブラウザに保管したクッキーへのアクセスを HTTP だけに限定します。JavaScript を使ったクッキーへのアクセスを禁止することでクロスサイトスクリプティングへの対策になります。このようにクッキーの属性で取り扱いを定義することで安全にクッキーのやり取りをする仕組みがあることも覚えておきましょう。それでは今回はクッキーについて一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日全国書店にて発売します。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは最後におまけトークです。今回はクッキーについて一緒に勉強しました。ちなみに最近よくクッキーに関するメッセージが表示されることはありますよね。今回説明したように利用者としてはクッキーを利用することで連続性のある操作ができて利便性を高めることができるのですが、ウェブサイト管理者としてもクッキーを取得するメリットがあります。例えばクッキーの情報から利用者の行動を調べてウェブサイトの作りを改善できたりします。多くの利用者がこのページをよく見ているとか、このページはあまり見られていない、そのようなことが分かれば改善できますよね。ただ最近ではサードパーティークッキーと呼ばれるものがプライバシーの侵害にあたるという考え方があり、2022年に個人情報保護法で
クッキーは同意がないと取得してはいけないという規制ができました。そういった背景からクッキーの情報を取得しても良いですかという画面が表示されるようになっています。クッキーは利便性を高める側面とプライバシーを侵害してしまう側面があるということですね。